Okay、何も考えてないけど大丈夫かな。いや俺もね、あんまり何も考えてないんだ。うん、普通にちょっと会話を楽しむ的なね。そうそうそう、あの黒いのと前撮ったんだけど、うん、なんかちょっと見たよ、あんな感じの雰囲気かな。了解。でまあ何も考えてないって言っても、まあテーマがないとね、まあいろいろ構成的にあれだから。うん、そうね。じゃあ一応テーマを用意したんですけど、この前黒いのと通話した時に、太鼓の上達には特に今の時代シングルがすごい必要だということで、うんうん、まあシングルがその早い人っていうのは、まあ自分が挙げてるシングル王決定戦という方はよくあのみんな知ってるとは思うんだけど、じゃあ実際にシングルの練習動画とか、こういう風にやればいいよっていうのは動画がすごい上がってると思うんだけど、うん、じゃあ実際シングル早い人がどういう風な今まで曲に触れてきたとか、うん、その人の個人史っていうのかな、それを真似していけば憧れのあの人みたいになれるんじゃないかみたいな、ほうほうほう、ということでひゆうさんのまあ生まれた時から今までの話を聞かせてほしい。なるほどね。うん、うーん、生まれた時からちょっと早いか。じゃあ太鼓始めた時か。始めた時ね、今21だね。21、うん、なるほどですね。じゃあ始めたのは小学何年生とか、まあ年でもいいけど。じゃあなんかあんまり具体的に覚えてないんだけど、うん、あの小学校上がる前からはやってた。おお、だから幼稚園の頃からやってた。その頃は太鼓本当になんか3とか4とかじゃない、下手したら。いや、なんかそんな古くない、10とかだったの。俺初めて触ったの確か10。ああ、そっかそっか。アーケード初めてやった。ああ、その実力の伸び具合的にはどうだった。ああ、そうだね、でもなんか一番伸びたのはやっぱり高校生の頃だと思う。まあなんかその、まあ、小さい頃からやってて、まあ、その時も上達早かったけど、一番実感できたのは高校生とかな。ああ、なるほどね。じゃあやっぱり高校生で成長してきたっていうことは、何、うん、かしらその中学生とかの時期にトリガーがあったんじゃないかみたいなイメージをするんだけど、うん、あ、はいはい、中学生の時に有限の乱をプレイできる環境があったかっていうのが大事だって言ってたよね。あー、なるほど。例えば今18歳、まあ高校3年生か社会人か分かんないけど、そこから太鼓を始めた場合っていうのは中学生の時に有限できてないじゃん。そうね。そう、それがシングルの上達の分かれ目なんじゃないかみたいな仮説があったんだけど、まあ確かにそれはあるね。上達っていう面で見ると、まあ、確かに高校生の時は一番伸びたけど、俺は小さい頃から、まあ、上位曲に触れてた。まあ小4とかね。俺空色の頃からハートリングは全量通過はできないけど、ビームは早めから入って接続はできてたぐらいだった。あー、なるほどね。でもその一番最初は早くから入っても接続すらできなかったし、成長はしてるんだよね。そう、なるほどね。確かに確かに。そう、確かにその成長が早い時期にシングル曲をいっぱいやってたっていうのは、今それなりにシングルがある、まあ理由じゃないか。小学校の頃最上位曲やってたからこそ、今そこまでシングルに困ってないんじゃないかな。あ、なるほどね。なんかじゃあ小学5年生とか、まあ小学校高学年っていうのかな、この頃って太鼓やってたよね。やってた、やった。桃色ぐらいだ。うん、その頃やってた曲でなんか印象に残ってる曲みたいなのある？そうだな、小6の頃で一番、その、それはシングルに関して？あ、まあシングル限定じゃなくても、なんか無意識にやってる曲がなんかシングルの上達につながってたみたいな、そういうあれないかなみたいな。あー、それこそ俺なんか紫バラ全量したのがちょうどその小学校高学年6年生だったかな、うん、だったんだけど、なんか1年半前ぐらいに、もうだからカツドンとかの時点でもうすでにカー6ぐらいを出してたんよ。すごっ。だけどまあ全量できてない理由はやっぱ最後が追いついてないからなんだよね。まあ自力もそうだし、最後が安定して追いつかない。でもなんか空色になってさ、難しい曲増えたじゃん、うん、で俺はなんかなんだろう、難しいことを達成したいっていう気持ちが強かったから、上位曲が触りまくったん。全量とはいかなくても最上位曲フルコンボとかね、うん、でソライドでいっぱい上位曲やって、桃色で紫バラ、まあ、結構安定して追いつくようになって全量できたみたいな感じだったから、うん、じゃあやっぱりあれか、その小学生の頃とか太鼓始めたての頃ってさ、うん、なんか難しい曲 やりたいじゃん。やりたい。ちっちゃい子がって言ったら変かもしれないけど、ちっちゃい子がなんか有限やたら選曲したがるとか、そういうのってよくあるじゃん。はい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 、うん、できなくてもね。じゃあそういうのは意外と大事っていう。そうだね。
なんかできたらかっこいいからね。できたらかっこいいっていう憧れだよ。そっか。じゃあごめん、さっきの話の続きになるんだけどさ、桃色黄緑あたりが中学生だったのかな。そうだね、うん、じゃあ高校生になってからはどんな曲をやってた。なんか俺さっきも話した通り、その小学校高学年から最上位触ったね。上位曲ばっかやってて下位曲触れてなかったね、あんまり。ああ。だから全譜面全量したい欲が湧いてきて、そのとりあえず星10制覇しようとなって頑張ってたんでね。で高1の10月ぐらいだったかな、10月ぐらいに星10制覇して、これイエローだね。イエローか。イエローの時に星10制覇したんだけど、制覇には400目ぐらいあったかな、もっとあったかな。本当に下触ってなかったから、もうとりあえず全量してない曲をリストアップするところから始まってたんだよ。うん、まあなんかその当時2時は2時間とかなかったから。ああ確かに、ああそうだな、言われてばみんなやんないといけなくて、もうなんかメモ帳に全部書いて、そっからその回曲も触るようになって、なんか毎週月曜日に100円肉切れになるゲーセンがあって、もうそこで月曜日になったらそこ行って30、40譜面ぐらい増やして帰ってったな。ああ高2に上がる前ぐらいに制覇したんよ。ブルーぐらい。そう、制覇はブルーだよね。でなんかまあその下埋めしていくにつれて、なんか自力が上がったなっていう実感はあった。下埋め大事だよね。そうだね。じゃあ仮に俳句始めたての頃から回曲しかやってなかったって例えば仮定したとしたら、うん、今のシングルってあったと思う？いや、ないと思う。これは断言できるかな。これはかなり貴重なあれだね、うん。シングルが成長しないことはないよ、もちろん。対局ばっかやってたとしても、まあなんかそっからシングル成長することはできるけど、まあその何、小さい頃からやってた人と比べると限界の幅がね、うん、ちょっと差はついちゃうよねっていうのは思うかな。あー、なるほどね。じゃあやっぱり黒いのが言ってた仮説はやっぱり正しいね。うん、俺はそう思う。シングルのトップにいる人が言わないとその言葉って深みがないからね。まあ各位、俺も最近ロール処理多用してるからね、あとシングル落ちてきてはいるんですが、まあどこまであれば十分っていうのがあるじゃん。もう有限の乱成功法全量できるんだったら、まあどの曲でもできるじゃん。まあね。しかもなんか有限成功法全量できる必要ないからね。今のタイプ、まあ、タイコン達人においてさ、まだ埼玉ぐらい追いつければ、安定して追いつくようになれば、まあなんか十分だと思うんだけど、まああるに越したことはないけどね。あとはその俺がもうずっと前から悩んでるのが、やっぱり単色はめっちゃ追いつくんだけど、うん、有限みたいなその動きがめっちゃあるのがね、うん、やっぱ難しいなっていう。あのね、それね、俺もなんですよ。そうか。説得力ないの？いや、マジマジ。だから俺総流できないし。ああ、だってね、モノクロボイス追いつくのになんで総流追いつかないのってさ、それ面と縁の移動できてないからなってね。まあ確かに難しいよね。むずいよ。どうすればいいんだろう。面と縁、バチを横に動かす、面と縁の移動するときに横に動かすっていう人もいたね。あの上に振るんじゃなくて、縁に移動するときにバチを横に動かして、うん、左右に動かして、なんかどどかかどどかかとか、まあ、難しいけどね。ちょっとトライしてみたことあるけど、俺結構縦に動かすタイプなんだよ多分。わかるわかる。自分のフォーム見てると横に振るの意識したら、もしかしたら追いつくのかな。ね、ちょっとやってみる価値はあると思う。あ、それやってみる価値はある。なんかさ、昔はの PS4 でさ、うん、なんだっけ、ま、なんかオプションがあって全部面になるみたいなさ。あ、そんなのあるんだ。そう、なんか面と縁のその区切りがなくなるみたいな。あ、なんか見たことある気がするわ。バチオ先生だっけ、なんだっけ、そんなのがあったと思うんだけど、なんかそれで一回有限の95連を面だけ叩いてれば OK みたいな状態でやったんだよ。うん、そしたら追いついたんだよ。うんうんうん。っていうことは、まあ理論上有限をシングルでできる速さはあるはずだから。そうだね、うん、あとは移動さえできれば最強になれるんじゃねみたいな。いや、いや、そうだよね、そう思うよね。なんでその面と縁に移動するだけでそんな難易度は変わんのかって感じだけど。だからぶっちゃけなんだろうな、 BPM300 の単色追いつくよりも250の面と縁の移動が何も違和感なくできるって方が強いと思うんだよね。まあ確かにね、300追いつかなくても単色だったらロール処理すればいいしね。うん、これは間違いないと思うよ。なんかさ、250ってどんな曲あるかな。
それこそ紫バラの最後とか、チャーリーは240とか45だった気がするけど、まあそんぐらいのイメージ。俺ね、なんか知らないけど紫バラの最後ね、結構べちゃ押し気味なんだよね。あ、そうなの？正規？正規正規。ああ、まあ移動激しいかな。そう、あれが単色だったら絶対もう母入る、追い越した絶対追い越したでしょ。なんか移動が苦手っていうそのバイアスがかかりすぎてる説もあるんだよね。あ、思い込み思い込み。まあ意識的な面も大事だと思うけど、うん、もうね、俺もそれに関しては模索中です。まあコメントでも結構シングル王決定戦またやんないんですかって結構あるんだけど、まあそれに関してちょっと話すと、そんなに新曲がめっちゃ出てくるわけじゃないじゃん。まあなんか同じ曲になっちゃうよね。そう、あともう俺おじさんだからさ俺はなんだよ、屍かだからオリンピックぐらいの周期で開催するのがいいんじゃないかなみたいな。もう世代交代じゃん。そうそう。あ、ごめん、あともう一つなんだけど、あの下埋めしてる時、うん、下埋めしてる時も上位曲ってちょくちょくやってた？まあ好きだからやってたよ。歌謡曲ばっかりやっててもね、たまになんか有限やったりとか、はい、早めの曲やったり、うん、うんうん、それはやってたね。なるほどね。と思うと太鼓人生の中で上位曲やってない時って全くないね。まあないね。そうだね、まあ、受験の時期とか特殊な場合を除いて、まあその時はもう太鼓自体から離れてたからね。じゃあほとんど今回の動画はこれで結論が見えたね。じゃああともう一つぐらい、もう一つちょっと別のジャンルで質問したいんだけど、シングルの持ち方とか叩き方っていうのは結構動画で触れてきたじゃん、うん、なんかこれっていう練習法ってないかなみたいな。それは持ち方に関する、端的に言うとどうやったら速くなりますかっていうのに対しての、うん、こういう練習があるよっていう返しっていうのが。俺はそのある BPM を設定しとくの、うん、その、まあ、最初は自分が余裕で追いつくぐらいの BPM でいいから、その BPM で16分音符を1分間叩き続けるっていう練習で、俺はそれを徐々に速くしとって、そうそうそう、10ぐらい、なんかもう150が追いついたら160で1分間、それができたら170って感じ。なるほどね。俺も160からやってたから、一番最初は160の1分間で、それからだんだん速くしてって、なんか練習始めたところは220ぐらいの1分間限界だったけど、今最高270の1分間まではできるようになってて、まあでもそれでも1分間で1080だからね。どっかのギネス記録は1294ですからね。あれ総流1分間追いついてますから、ね、やばそれってなんか練習の機会とかなんかあるの？いや、なんかスマホアプリとかでメトロノームダウンロードして、なんか練習用パッドとかで簡単にできちゃうから。まあ最高枕でもいいよ。おすすめはしないけどね枕もしないから反発が違うから。そうか、そうそうそう、まあなんかそれなりに反発するもので練習した方がまあいいかなとは思う。まあでも近所迷惑になっちゃうね。まあ昼間にやればね。そう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 。Amazon でちょっと調べるわ、ドラムパッド。当然太鼓フォースでもいいわけだしね。ああ、もう太鼓フォースなんてあればね、いいじゃん。ドラムパッドはまあ、安い順で見てみるか。5000円ぐらいで売ってるよ。なんか見た感じもっと安いのある。マジか。あ、でも、なんかベストセラーのやつがあって、それがなんか、なんていうの、三脚みたいな、その、立た世代みたいなやつもあって。ああ、ヤマハのやつかな。いや、なんか違うブランドだね。あの、収納袋みたいなやつもついて、うん。3000円。安いな。そんな3000円ぐらいのもので、シングル練習できちゃうから、うん、足がないやつでも2000円ぐらいである。うんうんうん、足がないやつでもね全然いいと思うよ俺は。じゃあまあこれを買って、まあ、家に練習できたらね結構効率はいいよね。2000円でこれって投資ができるっていうのは、うん、まあ、あとは1日に何時間も練習するより毎日15分でもいいからやった方がいい気がする、うん。ああ、俺受験で全然ゲーセンに行けなかった時に、その受験生の頃予備校行ったんだけど、その予備校に行く前の朝の15分間は絶対シングルの練習をするようにしてた。ああ、それめっちゃいい話だな。それのおかげでその太鼓の頻度が下がってもシングルは維持することができた。だからそれこそそれのおかげで2020の達人も最速で合格できたかなと思ってる。あの時受験だった。そう、あの時受験。予備校行きつつ2020最速。しかもあれなんか有限成功法とかじゃなかった確か。もうねロール処理マジで抜けるから最後の力振り絞って成功法でやってた。やば。まあそれもやっぱ毎朝の予備校行く前の15分間のトレーニングがなかったらできてなかったと思うよ。ああなるほどね。じゃあ毎日継続か。そうだね。画面の前の皆さんも Amazon でドラムパッド買いましょう企業案件じゃないですからね
そうだね、おすすめ品です、うん、そう。でもドラムパッドあればさ、持ち運びできるじゃん。うんうんうん、電車の中とかで練習とかで迷惑になっちゃう、うん、今ね、ヒーウの2020の動画見てる。懐かしい。もうね、あれね、達人その時も30クルぐらいやった気がする。でも本当に腕限界で、ここで合格できなかったら多分合格できてなかった。最後まで7残してたから、もうそんなチャンスはもうないと思って、うん、まあビクストリーの最後、俺もなんか超ギリギリで成功法全量は通ったことあるけど、うん、7残ってても比喩がきついんだ。もう初日だったしね、しかも。ああ、確かにそれは。今でもあの複合はやばい。本当に叩き間違える。あれやばいよね。ビクストリーの最後、本当にやばいよ。なんか魔物が住んでる感じするもん。わかる。マジで癖つくし、ロール処理でもシングルでもきついし、何あれ。なんか一回ロール処理でもシングルでもなんかどうしようもなくなった時あって、なんか見てたと思うけど。うん、あれちょっと絶望しかけたもん。まあなんか全量狙って最後できないってなるとね、しんどいわ。これあんまり言ってないけど、2020の達人受ける前にビクトリー解禁してちょっと練習しようと思ってやってたけど、うん、俺プレイ回数3回目でカーニー出した。やば。でなんかいきなり噛み合って、しかもその2つカの2つ単音で出した。おい最後は全量っていうかで、めちゃめちゃうまかった。で、なんか何回目とかでカー1出たんだけど、まあ、結局もう体力なかったから、その日はやめて、結局、なんか受験終わりに全量したもん。ああ、えぐいな。やっぱ2020のさ、金達人とか、まあ達人ももちろんだけど、難易度これ結構えぐくない？バグってる、やばい。まあ仕様のあれ、問題もでかいけど、まあそれでも、まあ難しいよね。歴代最強レベルかもしれないし。どうなんだろうね。難しいね。まあそれは前作ちゃんとやってる人しか出てくるじゃないかまあ個人的最強はグリーンだと思ってる。ああ、あれはやばい。まあでもいい段位だったな、あれは。まあね。うわ、本当だ。今あの2020のビクストリーの最後見てるけど、めっちゃ怖くない？怖いね。終わったかと思ったけど、発狂終わって1残っててめちゃめちゃ緊張したの。うん、これなんか発狂抜けてさ、なんか神竜の最後みたいなやつ残ってたらちょっとわかんないよね。怖い怖い。しかも最速合格がかかってるからね。うん、緊張やばい。これって初日？これ初日だよ。の午前中？いや、午前中には終わんなかった。2時ぐらいかな。にしてもすげえな。まあでもこんだけインフレしてる時代でさ、うん、午後2時まで達人合格出なかった段位すごいよね。すごいね。今年なんかはもう午前8時半とかに出てたでしょ。確か俺の動画にそれタイムテーブルみたいなやつあったな。うんうんうん。木竜何時だったんだあれ。木竜くんも早かったし、あ、金達人やばかったね。そう、金達人ですら、金達人が1時ぐらいに終わったんだけど、やばくない？そうだね。初日金達人は初だよね。そうだね。やばい、普通に。ああ、なんか、動画見返してるけど、初日の9時50分に達人カー1出してて。やば。だから、9時には合格してるよね。なんかね、もうね、神竜のラストまでね、安定感化け物だったもん。やばかったよね。ほぼ変われなかった。なんかもう、見たままにロール処理できるスキルがあるからさ。すごいよね。うん。あのポテンシャルすごいわ、マジで。しかもこれさ、運周、まあ初日だから当然だけどさ、うん。あの、12部の縁2つ挟まってるじゃん。ドドドカドドドドカカみたいな。あ、はい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 。あれをさ、普通にロール処理しても巻き込まないとかってさ、わかんないもんね。あの段階じゃわかんないじゃん。それ試す時間もないだろうし。それ考えるとすごいよね。これだって12部の縁2回ちゃんと叩いてる。そうそうそう、16部ロール処理で12部成功法って分けてるんだよね。そうそうそう。だから今の運指よりむずいよね。全然むずい本当に器用じゃないとできない。うん、すげえな。そろそろじゃあ終わりにしようと思うんだけど、うん、結論としてはもう常に上位曲触れとくぐらいでもうシングルの可能性は伸ばせるみたいなさ、うんうんうん、こんな感じで。まあそうだね。とにかく上位曲を触った方が、まあ、シングルの上達っていう観点からするといいかもね。うん、なんかそっからさらにおすすめしたい曲は第6テーマ王かなと。確かに。あれすごいシングルの練習になるから。そうね。まあなんだろう、あれが仮に追いつかないとしても、追いつくか追いつかないかぐらいの人だったらさ、うん、まあギリギリで頑張って、そう、連想しまくって体力つけて、そう、何回か何十回とかやってると、なんだろう、進軍の脱力の方法とかも分かってくる気がするけど。うん、そうだね。じゃあ今度また機会があれば、なんかもうちょい深いところまで話せるといいね。もっと深掘りしていきましょうか。
はい、今度。じゃあまた。じゃあそろそろ切りますか。そうですね。じゃあまあいい感じで編集しておきますわ。お願いします。はい。じゃあまたね。はい。お疲れ様です。あざす。お疲れ様です。